普段何されてるんですか？普段ですか？普段、普段は普段はもうず結構本当にずっと MC バトルのことを考えてるかもしれませんね。でまあ空いた時間で嫁と話したりとか、子供と遊んだりとかかな。でずっとそんな感じの生活ですかね今は。まあ、ずっと MC バトルの何かをやってます。編集作業、編集じゃないけど編集指示とか、次の大会のアイデアを練ったりとか、エントリーの更新をしたりとか、まあ、ずっとなんかバトル、うちの会社が MC バトルとか、そのヒップホップの音楽とかのその CD を出す会社をやってるんで、ずっとそういうことを考えてますかね。何人ぐらいで運営してる会社なんですか？は僕だけですよ。僕だけで、あとまあまあ家族が社員なんですけど、なんかまあ従業員とかは取る予定は本当ないんですよね。理由があって、やっぱその僕も前会社員だったところに100万とかのミスとかあったことあるんですよ。前その結構うちの会社で100万とかのミスやったことあるんだけど、やっぱ100万のミスやっても、まあその前の会社の社員だった時って何も思わなかったんですよ。何も思わなかったっていうか、別にいや本当すいませんみたいな頭下げて、別に何も痛手を負うことなかったんですけど、仮に今100万とかのミスがあったら、結構なんだろうな、指を切られるぐらいの痛みだと思うんですよね。で多分そういうのって代表とその雇われてる人間だと分かり合うことはないと思うんで、まあ今のところはもしかしたらもうちょっと儲かったら社員とか入れるかもしれないけど、まあそうですね、その人に給料払う余裕もないし、まあしばらく僕一人でやろうかなと思ってますね。